がとうございました。延長ないと後半接種券ありがとうございました。本日はもちゃん列車に戻車くださいまして誠にありがとうございます。
んでみると松箱のような草がゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったらもう降りなければならないと紹介されたことから坊ちゃん列車と言われるようになりました。この坊ちゃん列車はですね、当時は蒸気機関車で走っておりましたが、現在は環境問題を考慮いたしましてディーゼル機関車軽油で動いております。中も外もですね、当時の蒸気機関車を忠実に再現しております。
は右側です。アメリカ列車のご案内いたします。特急潮風28号、岡山行き並びに石口28号、高松行きは降りた乗り場は前方に向かっていただき、一番乗り場から17時37分の計画です。